イファイブスマホコーチ。東海地方で頑張っているスポーツキッズが撮影したお悩みをスター選手が解決します。今日のお悩みは、辻川 OKC の久野新平です。僕は今ボレーシュートを練習しているので、ボレーシュートをうまくできることを教えてください。上級生のようにボレーシュートがうまく打てないので、コツを知りたいという新平くん。そんなお悩みに答えてくれるのは平野隆さん。左足から繰り出される力強いシュートを武器に、地元名古屋グランパスで活躍、サッカー元日本代表です。まあ、今映像を見てるだけでもしっかりボールを見て蹴ろうっていう意識はあるので、そこはすごくいいかなと。いきなりこう投げてもらってボレーシュートするのって難しいと思うので、まずは自分で、ボールを持った状態でこう蹴ってみる。ボレー上達の第一歩は自分でボールを持って蹴ること。そのポイントは、少しこう体を、倒すようなイメージでボールを叩きつけるようなイメージで、まず練習をしてみるのがいいかなと。体を傾けて叩きつけるように蹴るのがポイント。次の段階は、自分の目の前でバウンドをさせながら、そこでタイミングを合わせる。で、これタイミングを合わせながら寝かせて蹴る。練習法をおさらい。ボールを持って蹴るのに慣れたら、次はバウンドさせてから蹴ってみよう。新平くん、アドバイスを参考に練習頑張ってください。番組ではスポーツキッズの悩みを大募集。スマホで撮って送ってね。